キッチンは、吉本バナナの短編小説、及び、それを、表題作とする短編集。1989年と1997年に、それぞれ映画化されている。短編集、キッチンは1988年1月30日、福竹書店から刊行された。1991年10月、福竹文庫として文庫化。1998年6月、 角川文庫として文庫化。2002年7月、新潮文庫として文庫化。2013年10月26日、電子書籍版が、現当社より発売された。収録作品は、以下の通り。上記卒業制作の副論文、メイキング・オブ・ムーンライト・シャドウによれば、ムーンライト・シャドウは、マイク・オールド・フィールドが1983年に、 発表した同名のシングル曲が原型となっているという。短編集、キッチンは1988年年間ベストセラーの総合17位と1989年年間ベストセラーの総合2位を記録した。両親と祖父を早くに亡くし、祖母と暮らしてきた大学生、桜井美影だが、その祖母さえも亡くしてしまい、天外孤独の身となる。ある時、 同じ大学の学生で、祖母の行きつけの花屋でアルバイトしていた、田辺祐一に声をかけられ、祐一宅に居候することとなる。祐一は、ゲイバーを経営する母、エリコと、マンションで二人暮らしである。見かは、田辺家の台所に続く、今のソファで眠るようになり、風変わりなエリコ、祐一親子とも少しずつ打ち解けていく。かつてのボーイフレンドとの再会などを経て、 火を追うごとに、祖母の死を受け入れ、三影の心は再生していく。なお、作中に、キッチンという語は、結末近くに一度しか登場せず、それ以外の箇所では、台所という語が使われている。菊池桃子が歌った、二人のナイトダイブの歌詞が挿入されている。三影は休学していた大学をきっぱり辞め、世話になった田辺家からも独立して、 有名な料理研究家のアシスタントとして働いていた。その見影のもとに、雄一から、エリコが、店の客に殺害されたと連絡が入る。急いで、田辺家に駆けつけた見影は、そのまま、雄一と同居生活に入る。しかし、雄一に一方的に思いを寄せている、大学生、奥野が、見影の職場に押しかけてくるなど、家族でも恋人でもない二人の同居は周囲に、 理解されることはない。エリコの死から立ち直れずにいる雄一は姿をくらます。いずれ出張していた三影は、たまたま入った食堂で食べたカツ丼に感動する。そして、深夜にタクシーを走らせ、チカちゃんにもらった雄一の居場所が書いてあるメモを頼りに、彼に出来たてのカツ丼を届けようとする。森田義光監督により、映画化され、1989年10月29日に、 公開された。北海道函館市でロケが行われている。あらすじ両親と祖父母を失い天外孤独になった少女、三影と知人の雄一、雄一の母、エリコとの交流、心の再生を描く。キャストスタッフ、キッチンキッチンというタイトルで日本、香港合同で映画化された。監督はイムホ主演は富田靖子。キャスト役名、出演者、 検索での該当人物スタッフキッチンキッチンに関するカテゴリー。ありがとうございます。